宗家は、ある一族、一門において、静寂の家系。またその家系の当主、本家。日本ではこれから転じて、農学などの伝統芸能や古武道などで、家元の言い換えとして用いられる称号として、用いられる。元は、農学のして方、関世流で、関世鉄の条家に対して、家元家を宗家と呼んだところから起こったものである。宗家くらい、宗家号とも、 流派の経営、普及活動及び一門の統率、門下生の教育を胸とする。流派により、宗家自ら師範となる場合、弟子に門下生の指導を委ねる場合がある。宗家とは、ある一族、一門の本家、もしくは本家の当主のことである。古代日本においては、罰子相続があったとする説もあるが、通史的には、 父長制あるいは長子相続が基本とされ、宗家の継承は基本的に長刑に対して行われる。他の子族は所留となったが、長刑が拝着されたりたけ、養子に出されたり、あるいは仏門へ出家したりなどで、徴用の序に従った弟が宗家を継承する場合もあった。また、朝鮮においては、戸中は墓祭りを行うための資金を確保し、 また巧妙な祖先の残した文物があれば、それを保存するために、共有の財産を持ち、有志や門長などの役員を置いて、事務を処理する。門中の始祖から代々その後継ぎとなってきた家を、宗家、その当主を、宗孫と呼ぶが、これは、戸中の象徴的中心である。宗の漢字は、もともとは、祖先霊に対する祖先信仰を表す。転じて。 物の始まりを意味する、元や、中心を表す、胸の読みを合わせた。ゆえに、宗家は、士族の中心を成す唯一に定まる、血筋の家系を指す。日本では、古代の早い時期から、地位という区別によって一氏族を、上位の権力が支配する構造が生まれ、単に血統による継承ではなく、口述する、視聴者による統制によって、秩序を維持した一面があった。一族は、 視聴者が持つ財産の継承により安定な生活が保障されるが、何らかの理由で長者が暴出、あるいは失墜することは、生活に困難をきたし一族存亡の危機となるだけで、なく、支配階級にとっても支配制度の根幹を揺るがしかねない。そこで宗家の断絶を忌避するために、着流継承と指摘継承との二つの解釈が生じた。養子や勇士は、 このような背景による要請で生じた制度である。孫や、老い、被着室師が養子となったり、全く血縁のない者が養子に入りそう家を名乗ることもあった。また男子を複数の妻をめとることが一般的であった時代、不健性でありながら母系が上位権力の血筋の場合は、年の序列に関係なく側室の子よりも性質の子が優先されることもあった。 着流でありながら何らかの事情で一族を統率する、いわゆる着州権を失った血筋を着家と言い、代わって所流が一族の統率権を得れば、宗家を名乗った。時代が下がるごとに、宗家の定義は複雑さを増していくが、複数の家の間でどちらが宗家であるかをめぐり争いとなった歴史上の例は神話の時代から媒挙に糸まがない。江戸時代における、 ご三家ややご三教は徳川将軍家の講師が耐えても権威の安定を図るための家柄制度であったともされる。これは富士市長者や源氏長者というように市の代表者の故障である。例えば源氏長者は源氏一族の代表者であるがこの源氏の会の家族集団として足利市や徳川氏がありそれぞれに宗家がいた。それゆえ市長者は 宗家よりもより大きな一族集団の代表者の意味である。足利将軍家や徳川将軍家は、それぞれ足利宗家、徳川宗家であると同時に、現氏長者でもあった。鎌倉幕府における北条氏の総領の家系を、北条時政の子である、北条義時から旧大工事への着流に限り、徳宗家と呼んでいた。ただ、資料においては、北条氏着流の当主を、 特宗と指した例は少なく、行政用語であったとも考えられている。あるいはこの特宗は、徳高、特宗とも書かれ、いわれは二代、義時の別称、後世での改名、追合など、諸説もある。農学では、家元のことを宗家と呼ぶが、元は、して方、関世流で、文家の関世鉄の城家に対して、家元家を宗家と呼んだところから起こったものである。ただ、 宗家の名称は江戸幕府の将軍より与えられたものであるとする説もある。今日では、関西流以外の家元屋でも宗家の古障が使われている。原則として宗家は世襲であり、実施がいない場合は親族から養子を迎えて今日まで続いている。能楽のうち、特にして方流派の宗家の権限は強大で、伝統的に演目、演出、上演、人事、 免状、歌い本観光等の権限を有する。農学士の育成は、宝生流では、宗家のもとで行われるが、関税流では一定の価格を持つ家に、農学士の養成を認めている。宗家継承者が不在となっている北流では、食文化が、食文化を組織して、宗家預かりを定めた上で合議制で運営している。農学はもともと武家の識楽だったので、江戸時代には、 幕府や各地の大名家の庇護を受け、各流派はそれぞれ淵をもらっていた。関税流は、江戸幕府の庇護を受けていたので、明治維新後、徳川宗家が寸府に陰性すると、関税宗家の22世位、関税清高はこれに義理立てして、静岡へ移住し、東京は文家の関税鉄の上家の五代目、関税公説と、諸世、梅若実が預かる形になった。その間、 関ん鉄てつのじょと梅若家は、独自に免状を発行するなどの家元同然の活動を行い、関ん宗家が東京に戻ってくると、免状発行権の返還をめぐって両者は対立するようになる。大正十年、関ん宗家二十四世、関ん元重は、梅若はじめ門を、関ん流から除名し、梅若はじめ門は新たに、梅若流を起こしたが、その後梅若流も分裂して、 最終的には、昭和29年、農学協会の圧戦により梅若流は、関瀬流に復帰した。天神神洋竜柔術家元、神田尾玉家地、磯又衛門。天神神洋竜稽古出席長より、日本の武術流派では、流派の家元のことを宗家と呼ぶ。ただし、明治以前は、各流派の武術指導者は、師範や師南役等と呼ばれており、 宗家という呼称が一般化したのは明治以降である。例外的に天神神洋流、朝山はじめ伝流、北進一刀流のように明治以前から宗家制度を敷いていた流派もある。武術流派における家元制度の起源は小笠原流などの旧馬術である。これは、旧術、馬術が他の武術と比べて早い時期から儀礼的、遊戯的なものとなり、 他の者から勝負を挑まれるような事態を回避することができたからである。本来、武術は実力勝負の世界であるから、もし敗北すれば、流派の家元としての権威を保つことはできない。しかし、旧馬術においては、謝礼、犬大物、笠掛け、やぶさめなど、技法が貴族的な儀礼として行われるようになった。このため、小笠原家は、世襲的に、 キュー馬術の家元となり得た。江戸時代には多くの武術流派で特定の家柄が世襲的に師範や指南役を継承するある種の家元のような存在はあったが他の芸道の家元のように全国の門弟を統制下に置くような家元は上記書流派を除いて一般的ではなかった。これは幕藩体制下においては各藩は他藩に対して対立的な封鎖社会を 構成しており、特に武力は完全な反独立内部の秘密地とされていたため、藩という国境を越えて、全国の門邸を家元が統率することは困難だったからである。それゆえ、弟子が師匠から免許や指難免許等を得た時点で、独自に門邸を指導し、免許を発行する権利も与えられるのが一般的であった。このため、江戸時代には各地に、 多くの分流や文化が生まれた。ただし、天神市に洋流の磯家や北進一刀流の千葉家のように宗家にしか免許発行権がなかったり、支部には目録までの発行権しか与えず免許、発行権を制限する流派もあった。また、五流儀、五下流、乙女流などと称して、他藩への伝授を禁止したり、上司にしか伝授されない流派もあった。 例えば、紀州藩五流儀の関口新進流や富山藩、乙女流の四神宅藩四大美比流などである。また、薩摩藩五流儀の次元流のように、統合家宗家の実が唯一の師藩で他には一切師藩資格を与えなかった流派もある。ただしこれらの流派でも正式な指藩免許が出たかは別にして、結果的に師藩や他藩に伝わった例はある。同一藩内においては、 藩や市販化の承認なしに勝手に分流や分派ができないような制約もあった。例えば、薬丸寺建流が次元流から独立する際、門人の移動をめぐって次元流宗家の統合家と薬丸家との間で争いが起こった。この時、薬丸兼武は薬島へ遠投秩序の処分を受けている。薬丸家と統合家は次元流回祖統合1以来、 親密な関係にあったが、東郷家の権威が認められる形となった。この薬丸金吉の代になって、ようやく独立が認められた。明治以降、それまでの幕府や諸藩の庇護がなくなり、近代化の波が押し寄せてくると、多くの武術流派が消滅したり、技法の一部が出伝するなど、継承の危機を迎えた。生き残った流派では、創形性を導入して、 組織の全国化を図ったり、全国の門弟を統率できるようにした。しかし、宗家制の導入に際して、同一流派の別系統の同意を得ずに一方的に宗家を名乗ったり、所属流派の許可を得ずに分派して宗家を名乗るなどの問題も発生している。通常の前伝学習の証としての免許改伝と、弟子を取り立てて教授することを師匠が許す至難免許を区別する流派も存在した。 至難免許の位置づけは免許改伝の前の段階とする、流派と免許改伝の後とする流派があり、前者は流派における、市販代的な因果であり、後者は免許改伝を得ても至難免許を得なければ、正当な教授資格者とは認められず、教授者の同地域内における法はを防ぐ意味合いがあったと考えられる。極端な話としては、改伝官を晩年に、総家や、 市販化に返し伝するという風習のある流派もあったと言われている。歌舞伎の世界では市川團十郎のことを市川宗家と呼ぶ。恩明道宗家は朝廷恩明領に属する恩明師のうち恩明道の家元的な存在になった鴨野氏と安倍氏を指す歴史的名称。ありがとうございます。